アクチェントは、ルーマニアの音楽グループである。楽曲、ザッツマイネーム、マイパッション、カイリーが知られている。1999年、22歳の DJ であった、エイドリアン・クラウド・サナより、アクチェントは結成された。当初はグループではなく、デュオでありガールフレンドの歌手ラモーナ・バールタがメンバーだった。2000年、ラモーナ・バールタがアメリカ合衆国へ向け旅立ったことから、 アクチェントは大幅にリニューアルされることとなった。新たに、ソリン・ブロトナイ、ミハイ・グルや、マリウス・ナデルキュの3人が加わりリオからグループへと変わった。2002年1月10日、ルーマニアで、シングル、T.I.A.M. プロミを含むルーマニア語のデビューアルバム、イン・クーロリがリリースされ、ルーマニア国内でヒットしている。2005年、アルバム、S.O.S. がリリースされ、シングル曲、 ブーケットでトロンドフィリーとアジプラングヌマン EU はイタリアの DJ であるジジダゴスティーノがリミックスした。2006年8月23日、ヨーロッパにおいて英語版のデビューアルバムフレンチキスウィズ・カイリーがリリースされた。同アルバムからシングルカットされた楽曲のカイリーは大陸ヨーロッパ圏、旧ソ連圏の諸外国を中心にヒットカイリーはアクチェントにとって 最初の国際的なヒット曲となった。同時期にアクチェントとして初めてとなる国際ツアーを行いアメリカ合衆国ニューヨークでもパフォーマンスした。カイリーはアメリカ合衆国のビルボードホットダンスシングルスセールスのチャートに乗った。同アルバムからはシングル曲ジョケロ、フレンチキスもシングルカットされた。シングル曲フレンチキスはルーマニアの歌手である ステラ・エイナケイのシングル曲、イクステンパール・ラ・ジリ・ゲンチェのカバーである。2007年、アルバム、キング・オブ・ディスコがリリースされた。マリウス・ナデルキは2008年4月にバンドを、合体ソロ活動を開始。マリウスが去った後の2008年5月、ルーマニアの音楽グループブリースの元メンバーである、コーネル・リジーがグループに加わった。2008年、ルーマニアの DJ であるエドワード・マヤは、 アクセントのルーマニア語版のアルバム、ファララクリーミー、英語版としては、セカンドアルバムである、トゥルービリーバーズをプロデュースした。シングルカットされた、ステイウィズメ、ザッツマイネーム、ラバーアッツクライは、エドワード・マヤが手こいでしたことによりその音響の影響を強く受けている。2009年、ルーマニア語版のアルバム、ファララクリーミー、英語版、トゥルービリーバーズは、リリースされた。 同アルバムからシングルカットされた2曲である Stay with me, That's my name は大陸ヨーロッパ、旧ソ連圏、中東、南アジアでヒットするなど数多くの国々の音楽チャートに登場した。2009年9月にメンバーだったコーネル・リジーは演技の世界へ入るためバンドを脱退した。2010年、アクセントはインドの大都市であるデリーでパフォーマンスを披露した。 2010年には2枚のシングル曲、マイパッション、ラブストーンドをリリース、同シングル曲は中東、南アジアでその人気を得ている。ありがとうございます。